恐怖の大王による世界の崩壊はプリニー教育係であるバルバトーゼとその一行により阻止された。断罪者ネモによって引き起こされていた一連の騒動は全て決着し、魔界はその機能を取り戻すべく動き始めている。しかしバルバトーゼと共に戦ったフーカ、デスコ、アルティナンには未だ気がかりに謎が残されていた。それは恐怖の大王の剣も一区切りついたし、そろそろあの剣を聞いちゃいますか。突然どうしたんだよ。あの剣って何かあったか。もちろん月にいた時に聞きそびれたバルッチとフェンリッチの出会いよ。ああ、あの時の話か。よく覚えてたな、そんなの。僕はすっかり忘れてたよ。お子ちゃまですね。デスコはバッチリしっかり覚えてたです。月に誓った約束のことです。男子の絆に関するお話ですね。私も聞くチャンスを伺ってましたわ。今なら時間もあることですしね。というわけでフェンリッチ、ちゃんと話を聞かせてよ。バルッチとどうやって出会ったのかさ。100個だ。即答ですか。少しぐらい考えてくれてもいいじゃないですか。そこまでお話ししたくない内容ということですね。逆にとっても気になってしまいますわ。どうせフェンリッチはそう言うだろうと思って奥の手を用意しておいたのよ。奥の手だと。そうよ、見せてあげるわ。ねえバルッチ、月で聞きそびれたフェンリッチとの出会いの話を聞きたいんだけど。で、本人に直接聞くのかよ。奥の手というより一番手っ取り早い手段ですわね。さすがお姉様なのです。この行動力、ラスボスとして見習わなきゃなのです。小娘、いや、貴様らまとめて今ここで存在を消し去ってやろう。そう目くじらを立てるな、フェンリッチ。昔のこと話してやってもよかろう。ですが閣下、私はあの時のことを話すなど。そうか、分かった。お前の口から話しがたいのなら俺から話そう。フェンリッヒとの出会いの話を。お待ちください閣下。悪魔であるにもかかわらず素直すぎる閣下のこと、余計なことを話して火に油を注いでしまうぐらいなら私が話します。いかにして閣下との出会いを果たしたかを。あれは当時傭兵をしていた俺が受けたある当主からの依頼がきっかけだった。依頼ですか。そうだ、その依頼内容は暴君バルバトーゼの殺害。暴君と呼ばれる悪魔、クオがフェンリッヒか。敵に回すことは死を意味すると恐れられる月光の牙がこんなヤサ男とは驚きですね。デモンズ島の当主ミノトロースだったな。俺を怒らせて実力でも測るつもりか。さっさと要件を言え。
人狼風情がよく吠えてくれますね。よほど己の強さに自信があると見えます。では問いましょう。貴公に取ってこれますか、暴君バルバトーゼの首を。金次第だな。即答とは。まさかバルバトーゼのことを知らないわけではないでしょう。次期大統領の死神をハゴスと引き分けるほどの力を持つ吸血鬼だろ。確かにあんたには荷が重そうな相手だ。強大な力を持ちながら孤高を貫くあの男を野放しにしておくわけにはいきません。権力を欲する前に殺す。邪魔者は一人ずつ始末するのです。いずれハゴスも、そして私が魔界大統領となるのです。で、奴の首にいくら払うつもりだ。貴公の希望はいくらかな。1億ヘルだいいでしょう。バルバトーゼの首を持ってきたら1億ヘル支払いましょう。商談成立だな。金を用意して待っている。ミノトロース、権力に固執するくだらん男だ。バルバトーゼもハゴスも奴自身の手で始末してこそ価値があるのに、しかも1億ヘルの要求にああも簡単に応じると、奴は金を払う気すらなさそうだな。度胸も解消もない卑怯者に魔界大統領を務めろ。もっと骨のある悪魔はいないのか。いずれはこの魔界、いや全魔界を支配し滑ることができる力を持つ者。俺の望みを叶えることができる者、暴君と呼ばれる悪魔バルバトーゼ。その実力気になっていたところだ。この機に見定めさせてもらおう。金をどうやって手に入れるかはその後で決めても遅くはある。覚悟しろ暴君バルバトーゼ。今日貴様の命日にしてやる。覚悟するのはお前たちの方だ。お前たちも悪魔だ。己の口にした言葉の重さを理解しているのだろうな。これでもし今日俺の命日にできなければ、偽りを語った貴様には命をもって償ってもらうぞ。わけのわからねえこと抜かしてんじゃねえ。いいからとっとと死にやがれ。あんたがバルバトーゼか。ちょっと話があるんだが。話だ。今からあの者たちと一戦交えるつもりなのだ。すぐに片付けるから、その後でか。そうか、わかった。では俺も手伝おう。手伝いなど不要。この程度の数なら俺一人で十分だ。話をする前に俺の実力を見てもらった方がいいと思ったのさ。何、あんたの邪魔にはならん。俺はそこらの魔界貴族より腕が立つ。そこまで言うのならば、お前の術を見せてもらおうか。何こそこそ話してやがんで。これ以上は待てねえぞボケ。品のない雑魚どもだ。俺が貴様らの相手をしてやるから、さっさと死んでくれ。んだとこれ、舐めた口聞いてとぶっ殺してやんぞ。俺忘れていたが、お前名は何という。俺の名はフェンリッヒ。見ての通り人狼族だ。フェンリッヒ、まさか月光の牙。
様ら、いい、こうなったら貴様らまとめて血祭りにあげてやるぜ。行くぜ。冥府に落ちろ。お前のおかげで自分の発言に無責任な者どもを素早く粛清することができたな。手間が省けた。感謝するぞ。ああ俺の出番はほとんどなかったけどな。なんだ今感謝するって言わなかったか。そう謙遜するな。では先ほどの話とやらを聞こう。分かった。あんたさっきみたいに悪魔たちに付け狙われてるんだろう。その通りだ。恐怖でもって人間を戒めるという悪魔の本分を忘れ、己の力を誇示することばかり考える輩が増えている。最近は悪魔の質が落ちてきている。なんとも嘆かわしい。そんな連中を倒し続けていたら、あんたを狙う輩は増える一方だ。それではキリがないだろう。そこでだ、俺を雇ってみないか。あんたの下で働きたいんだ。ほう、それは俺の仲間になりたいということか。仲間だと？悪魔のくせに妙なことを口走る男だ。仕方ない。ここは話を合わせておくか。まあそうだな。あんたの仲間に加えてほしいんだ。悪い話じゃないと思うぜ。ふん、よかろう。お前は今から俺の仲間だ。お、驚くほどあっさり決めるんだな。申し出をした俺が言うのもなんだが、怪しいと思わないのか。いちいち疑ってどうする。お前の実力は先ほど見た。問題はない。仲間になりたいならなればよい。だからって疑いもせず仲間にするというのか。
そんな考え方でよくも今まで生き残ってこられたものだろう。当然だ、俺は強いから。俺は強いだと？こいつアホなのか。こんな奴が暴君だと。フェンリッヒ、知っているか、人間界では個々が集まって仲間となり、その関係は信頼で結ばれているのだ。あの手の者どもはかなり結束力が高くてな、俺が苦戦させられるほど大きな力を持っていることもある。つまり信頼とはとてつもない力を生み出す原動力なのだ。信頼って、悪魔にそれを強いるのは無茶だと思うぞ。裏切りは悪魔として当然の行為だろう。お前もそうだというのか、フェンリ。お前も仲間を裏切るって。いや俺はそういうつもりで言ったわけでは。ならば問題はあるまい。俺もお前の信頼に応えよう。誇り高き悪魔として。分かった。なんだこの男は。悪魔のくせに信頼だと。どこまでが本心なんだ。仲間になるために用意してきた完璧な口実が全く必要なかったくらいだ。ただのアホなのか、それとも暴君の真実、この目で確かめてやる。ちょっとフェンリッチ、あんたが受けたのはバルッチを殺す依頼だったんでしょ。どうして仲間になってんのよ。うわぁ、きっとまたドス黒い策略が張り巡らされているのですよ。ドキドキしてきたです。吸血鬼さんは昔から変な方だったんですね。なんだか安心しましたわ。それで続きはどうなるんだよ。出会いの話ならこれで十分だ。あとはいろいろあって現在に至るだ。以上。わかるか。月が忠誠の証とかいうところまでちゃんと説明してもらうからね。仕方ない、続きは俺が話すとする。いいえ、結構です。自分で話します。そう、無理をせずとも良いね。